西武新宿線第一事件は2000年に西武新宿線で起きた痴漢冤罪事件。西武新宿線痴漢冤罪事件、あるいは単に西武新宿線事件と称される場合もある。西武新宿線第一事件は2000年12月5日、朝、西武新宿線詐欺宮駅から高田の馬場駅の間で起こったとされる痴漢事件である。当時未成年の少女 A に対して、 右手首をつかみ、その右手を自分の陰形にすりつけるなどの歪説行為をしたとして、男性 B が逮捕された。B はやっていないと主張したものの、検察は起訴した。検察は前日の控訴事実に対し懲役1年6 1ヶ月を求刑した。これに対して、弁護側は、被害者が助けを求めなかったこと、物的証拠がないこと、被害者は犯人を、 直接見たわけではないことを主張して無罪を訴えた。2001年12月6日、東京地裁刑事第9部は懲役1年2ヶ月の有罪判決を下した。秋葉康弘裁判長は判決で被害者の供述につき核心部分において一貫していて信用できると認定した。被告人の供述は信用しがたいとして犯人との同一性を認めた。弁護側は この判決に対して控訴した。2002年12月5日、東京高裁刑事第4部は、逆転無罪判決を下した。千葉厚司裁判長は、判決で、被告人の供述の信用性が低いとした一ち、新判決を否定。被害者の証言は信用性は高いが、被告が犯人であると断定するには、疑問があるとして、犯罪の証明がないとした。この判決に対して、 検察は上告を断念して無罪判決が確定した。ありがとうございます。